ママ友に陰であの人は子供に関心や愛情がないと噂されているようです。うんひどいね。子供が軽度自閉症で私なりに精一杯頑張っているのですがママ友付き合いにも疲れました。この場合はあまりママ友と深く関わらず仲良くできる人と付きあっても大丈夫でしょうかと。はい大丈夫だと思います。 まあ、ママ友はね、ずっとママ友であることってあんまないんで <laughs>、最初だけですからね、幼稚園の時だけとか、小学校の時だけとかになってくるので、みんなね、立場、環境変わってきますから、最初はね、あの、子供が小さいうちはね、みんな環境が似てるから、似通ってるから、仲良くできるんですけど、子供が大きくなるとね、成績とかね、が変わってくるし、旦那の収入だってね、あの、最初はあんまり変わんなかったのは差が開いていくし、自分で働く人もいれば、働けない人もいたりとか、差が出てくるんで、大体あの、ママ友って仲 悪くななりますか一時的なものだったりしますね、はい、だからまあママ友付き合いで疲れて鬱っぽくなっちゃう患者さんってたくさんいますけど大体そういう話しますし大体そういう形で皆さん良くなっていきますねああ増田先生の言う通りでしたみたいな形になりますけどだからまあ仲良くできる人と付き合うんでいいと思いますというか今時そうですよねもう今の Z 世代の子たちだからあのそういう感じですもんね